ビブはフリーブスド用に開発されたタイプにハイパーバイザである。もともとフリーブスド用に開発されたものだが、スマートスやオペニンジアナ、アマニオスなど数多くのイリューモス、ベースディストリビューションでも使用でき、さらに MacOS でもキーブユーナノビブ移植を使用できる。ネットアップにより2011年5月13日にビスドキャンでその構想が発表された。インテル。 v t w i ズエ p w i d サポートされている CPU が必要とされる。f r e e b ド s d 1 0リリース以降に標準搭載されている。VIV は f r e e b ド s d 9以降、o p ン n b ド、s d ブ n e t b s d Linux、ILUMOS、d r a g a n FLY BSD、Windows NT などのゲストオペレーティングシステム仮想化をサポートするだけでなく、UIFI インストールやバーチオでエミュレートされたインターフェースもサポートする。 Windows 仮想マシンを安定動作させるためにはバーチをドライバが必要となる。現在、さらに多くの X86 から64アーキテクチャ用オペレーティングシステムをサポートするための開発が行われている。以下の周辺機器のサポートは基盤となるシステムやバーチをのドライバやサポートに依存するエクステンセブルホストコントローラーインターフェース USB コントローラー NVM e エクスプレスコントローラハイデフィニションオーディオコントローラ VNC サーバに接続された、ローフレームバッファデバイス、ダーソシー、PCI、パススルー。周辺機器のサポートがまだ不完全なため、ハードウェアアクセラレーションによるグラフィックスを利用するには、PCI、パススルーを使用するしかないが、Intel GVT を利用すれば、ホストとデバイスを共有できる。v i に、 メモリバルーニングとアクセラレーティドグラフィックインターフェースが欠如しているのは他の競合ソフトウェアと全く同じであるが VIV の方がより現代的なコードベースを搭載し使用するリソースもより少ないまたフリーブスドの場合リソース管理がより効率的となるフリーブスドは模範的な I-O 速度でも知られているのでフリーブスドで VIV を実行すれば i 大時間 特にディスクやネットワーク関連の負荷が短縮されるのでタイムクリティカルな仮想アプライアンスでは多くの利点が得られる。MacOS 上の Docker は HyperKit と呼ばれる VIV 派生を使用する。HyperKit は VIV を MacOS の h y p e r v i ー r フレームワークに移植したキーブからさらに派生したものである。フリーブスド上の余配部はフリーブスドに組み込まれた機能を利用して ビブゲストを作成、保存、管理、起動するためのコマンドラインユーティリティである。フリーブスド上の v m ビブはシェルベースで依存性が最小限のビブマネージャーである。フリーブスド上の BVCP は軽量かつネイティブでさらに完全な機能を備えた仮想マシン管理用ウェブインターフェースである。クロノスは フリーブスドをベースとした仮想ホスティングプラットフォームやアプライアンス用のディストリビューションであり、主に VIV を使用し、管理用 Web インターフェースを搭載する。ありがとうございます。